どうもノブキックスこと千田信之です。はい、今回は新企画、僕がある方たちとガチンコ勝負をするという企画です。その内容なんですが、簡単にご説明させていただくと、ハンディキャップを持っている方たちと僕がガチンコで手を抜かず本気で勝負をしていくという企画なんです。なぜこういう企画をしたかというと、皆さんに知っていただきたいことがたくさんありまして、ハンディキャップを持っている方でも別に健常者の僕でもそういうことは関係なく、隔てなくちゃんと勝負ができるんですよっていうのと、まあ普通の方と同じではないですけど、普通に接していただければ何も問題ないんですよっていうのを皆さんに知っていただきたくて、こういう企画を考案させていただきました。はい、まずはその企画の第1弾、僕が山本高校で解除させていただいてます栗木俊平くんと 80m ガチンコ勝負。はい、どうやって勝負をするかと言いますと、僕が 80m 走を走って出たタイムで、もし、今回が14秒だとすると、14秒で栗木俊平くんがどれだけ走れるかをまず測ります。で、それをスタート位置にさせていただいて、僕が 80m 走で栗木俊平くんが14秒で走れた距離、それをスタート位置にします。はい、まあそれがどうなるかって形ですね。今撮影の方はもう終わって動画の編集をしているところなんですが、まあまあいい勝負になったんじゃないかなと、皆さんが期待できるような勝負になったんじゃないかなと思います。で、今後、皆さんいろんな方に協力いただいて、いろいろな勝負をしていきたいと思います。今後ね、釣りの勝負だったりとかボーリングだったりとか、いろいろ勝負をしていきたいと思いますので、それも皆さん期待しておいてください。じゃあ次の動画で、多分そのガチンコ勝負の動画ができるかな。多分まだ編集にだいぶ時間がかかると思いますので、気長に待っていただいて、6月中にはその動画をアップしていきたいと思いますので、それも期待しておいてください。それでは今回は新企画のご案内でした。ノブキックスこと千田信之でした。またよろしくお願いします。じゃあねー。